僕これあのグラビアアイドルの方から聞いた話なんですけどこれ絶対名前出さないでくれっていう風には言われたんですけどあの秋葉原のまあこれイベントっていうのはまあ楽屋に大体水着の皆さんあの出演されるんですよそのイベントでえまあマネージャーもあの出てってもらって楽屋に1人で着替えることが多いんですねでえそのグラビアアイドルさんっていうのは あのまあ、楽屋で着替えて水着になりましてでよく皆さんそのイベント当日にあの告知をツイッターであげるんですよ、うん、こう自撮りを撮って、はい、で今からイベントですみたいなみんな来てねみたいなこれはまあお約束なんですけど、はいでえー、そのツイッターにまあすぐリプライが、ね、みんなファンから来るわけなんですけど「うん、かわいいね」とか「えー、で今日行くよ」とか、ね「はい、今日行くよ」とか「今日行くよ」とか「頑張ってね」とかそういうのあるんですけど。はい、あの NG ワードが、えー、ありまして「はい、あの今日いけないけど頑張って」っていうのとあの「無料で見てるけどファンです」っていう,こう2大 NG ワードがあるんですけどあそうなんですか、はい、これ絶対言っちゃいけないんですよえ今日行いけないけど頑張ってはダメなんですかいけない報告はいらないって,言ってそれわざわざ送ってこなくていいっていう嫌いな方が多いんですよ <laughs> それは女性側が女性側が事務所とかももうそういったリプは送らないでくれっていうえっ、ー 今日なんか都合があっていけないけど応援してますっていう気持ち伝えたいっていうファンの方の気持ちも分かる気はするんですけどそれなんであの常連さんでたまたまその日行けない、まあ、それはありなんですけど一回もイベント行ったことない、えー、そのグラビアアイドルとかセクシー女優さんが認識してない方が行けない報告はいらないっていう<ー>ちょっとその東京行けないんで地方来てとかそういうことをリプライで送ってくる人がいるんですけどこれ一応お約束としてありまして。そうなんでですね、はあでえー Twitter で また今日いけないけどいけないっていうリフが来たんですよでちょっとイラッとしたんですけど、うん、でそのツイッターの送り主はあの,タン推しの方だったんですねこれはあの見てる方ねあの秋葉原のあるあるご存知ない方もいらっしゃると思うんであの一つずつ説明しますけど、はい、あのアイドルファンには DD とタン押しっていう方がいまして DD とタン押しはい、はい、DD は誰でも大好きの役ですねあ <laughs> でも大好き、はい、いろんなアイドルのイベントに参加する方のことを DD って言うんですねおうおうアイドルイベントで接触すること自体が好きな人、はい、で「タン推しっていうのはその子だけ応援してるその子の作品はもう逐一買うみたいなあ方は「タンホしって言うんですけどで、えー、そのリプライを送ってきた人はあもうそのグラビアの方も認識してる「タン推しの方だったんでいつもまあ来てもらってるし、まあ、しょうがないかなと思って、えー、ツイッター見てその判件も載ってたんですよおうおう写真に。 今日いけないけど頑張って,って、ね、でちょっともやもやしたんですねでもまあいっかみたいな思ってたんですけどそしたら扉の向こうからドーンってなったんですよはいああびっくりしたと思ってでマネージャーかなと思ってそんなにそのねあのみんなチヤホヤしてくれますから秋葉原でイベント会場っていうのはそんな,なんか荒いことする人いないんですけどマネージャー結構そのなんかいたずらとかするような方であちょっとマネージャーが驚かせたのかなって思ったらしいんですよ えみたいな「うんうん、はい」みたいなこと言っても返事がないんですよ、はい、でもうしょうがないから自分で開けても近くには誰もいなくてちょっと遠くの方にあの店舗さんと流通さんしかいないんですよ、うん、でそのお二人に「あれマネージャーさんいや今ノックしました」みたいな「いやノックしないです誰も近寄ってないです」<え>マネージャーどこ行きました?」って「いや上でタバコ吸ってます」みたいな屋上でみたいな話なんですよ でなんかもう釈然としないなともやもやした気持ちを抱えて、まあ、イベントをやったんですね、はい、そのグラビアアイドルの方。でまああのー、秋葉原のイベントっていうのは大体が撮影して1枚購入だと DVD1 枚購入だと握手してジャケットもらって終わり 2>,、うん、で2枚購入だとさらに別水着の撮影ができてツーショット撮って、えー、終わり。うん、で えー、イベントの中ではその中にプラスサインがあったりとかするんですけどでそのイベントはあのサインのあるイベントだったんですけどで、まあ、やってましてそのグラビアアイドルの方でそしたらあ常連さんまた別の常連さんが来たんですねでサインの時に、はい、あのサインの時が一番喋りますんで、はいえー、そのセクシー女優さんとかグラビアアイドルと喋りたい方は2枚とか3枚買ってサインをもらうんですけどで、えー、その常連さんがそのグラビアの方に「 「あの何々ちゃん知ってる?」っていう「何々さんのこと」って「ああ知ってる知ってる今日来れなくなったんでしょ」みたいな「ああ知ってたんだ」と思って「あの人お亡くなりになったんだよ」って「え嘘嘘嘘嘘,嘘私リプライもらったよ」って「えでもちょっと前先日亡くなったそうですよ」みたいな話して「えちょっと待ってちょっとえって t w i の方もうイベント中ですよもう,こう見ようとするんですけどちょっと見つけられなくてそのリプライを。で あの剥がしっていうのがありまして秋葉原では,は剥がしっていうですねあの関係者が「はいありがとうございます」みたいな「いはいはいどうもありがとうございます」みたいな「うん、はいはい」みたいなって言ってもうその早くそこからどけとこう、ね、粘るお客さんが<お>ファンの方をちょっとこう誘導するような「はい、はいはい、どうもありがとうございました」みたいなことを言ってこうやるんですけどね、えー、そのお客さんとだけ接してるわけにもいかないんで「ああありがとう」って言ってもう剥がされたんですね、はい、でまあイベントが終わりまして で、えー、着替えて、えー、会場を出る時にその最後に喋ったお客さんがあの出待ちをしてくれてたんですけどうん、うん、でちょっと喋りましてで、えー、そのおグラビアアイドルの方も見つけられなかったとそのリプライを私見たはずなのになと思って写真までついてたのにってで、えーえー、なんで亡くなったのって聞いたら、あのーまあ、これ噂なんだけど、あのー、自殺らしいってい。 何でもそのグラドルの何々ちゃんのちょっと印象の歴史に残りたくてその思いで自殺したらしいって言って<ー>えっってでも本当に落ち込んで詐欺込んでであのもうちょっと衰弱しちゃいましてそのグラドルの方、はい、でまあマネージャーに促されてタクシーで帰ったんですけどでそのもうすごい残念だとなんでこんなことになってしまったんだとでそのグラドルの方があの眠りにつこうとした時に はっと思ったことがあるんですよあの楽屋で聞いたドーンって音あれ落下音だってなんか自分の中で思ったらしいんですよはい自分の中でもう正解ってなったらしいんですよはいはいつながったんですねつながったらしいんですよでもそれで本当に怖くなっちゃいましてそのグラドの方でも電気つけてちょっとお酒も飲んだんですけどもう全然寝れなくなっちゃいまして、えー、朝までもうそのまんまだったっていうええー、ちょっと いいいいいろろ時間をこう整理したので聞いてもいいですか、はい、えごめんなさいそのまず、えー、自殺をされてしまったというファンの方、はい、っていうのはそのアイドルの方の印象に残りたかったっていう相手はその方なんですかそうなんですあだその方の思い出として自分は刻まれたいからっていう思いで命を絶ってしまうそうなです。噂ですけどねそうらしいんですよ。で本番前にその 今日行けなくなった、ごめんねっていう話あったじゃないですか。はい、それと、そのバーンってぶつかった音って、どっちが先とかなんです。エリップ来たのが先ですね。見てから、バーンっていう音。音で,すで、す実際にお亡くなりになられてたのは。もっと前なん。もっと前なんですね。はい、じゃあ、あそういう思いで命を絶ってしまってた。はい、でも当日はもちろんいけないけど、何かそういう。 不思議なツイッターそこが届くでその後にあの音が聞こえるそうですねもちろんだからもうそのグラドルの方しか確認してないことなんでいやなんかの聞き間違いだよとか見間違いだよということは周りはできますけどご本人はもうそういうふうにうなんかさっきそのごめんね今日行かなくなったってところに反剣が映ってたっておっしゃいましたはい反剣って何ですかあイベントトのの参加券ですねチケットあじゃあもうその 購入して入してだっていうことだけでもいけないんだっていうその関係があったってことなんです,、はい、ですね。はあ、っていう話がありましてなんかこう普段聞いてるまあお話とはまた違う、はい、すごくこうなんか人間のいろんな感情が入り交じったいろんなこと考えちゃうお話でしたね。